はい、あー頑張ってこう、ラジオネームリコさんからいただきました。ありがとうございます。彼女が寝起きにダダをこねていた時に、はい、どういういい声で何を囁いて起こしますか。こうズキュンと胸に刺さるようなフレーズ楽しみにしていますと。いい声で何を囁いて起こすか。何を囁く、じゃあ道場教官のお答えはこちら。お前の寝顔を見たら今日も頑張れそうだ。行ってくる。ああ、はい、先に行くわけね。先に行くね。ああ、でもダメだ。先に行くとか言ってるのももうさっきの話が。なんでだよ。あかんかやめろ。やめ。先に行くんだよ。先ね。先にね。先に出てね。先に出ていくと。お仕事に行くってことですね。そうですよ。やめろやめろ。変な質問の方に持っていくんじゃない。あかん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 。あかんかん。俺今横島だ。ああ、すごい横島になってる。横島合わせてちょっと手塚になってくれ。ああ、手塚ね。手塚だったら何て言うかな。じゃあ手塚の答えはこちらです。早く起きないと俺が起きられない。ああなるほどね、うん、いい気がしますねこれはね。そうそうそう、そんなこと言いそうですね。彼だったら言いそうだね。なんか、うん、一緒に起きたいって思っちゃうそうだね。なるほど、彼はそういうタイプだね。そんなタイプかもしれないね、うんうん、じゃあもう起きてる前提ですよ我々は、はい、我々起きてる前提で、うん、何を囁いて起こすか、うん、前のだったら何て言うよと、うん、俺なんて言うかな。俺なんて言うんだろうマジで。これっても意外とさ、こうその場のノリとかでさ、例えば実際に会ったとしてもさ、言、うん、う言葉だからあんまり思いつかないよ、ね、思いつかない、ね、っていうかさ、なんか適当なこと言いそうだよね。一緒に寝てるっていう設定なんでしょ。一緒に寝てじゃなくて、何まあ、彼女は寝起きにダダをこねているわけだから、まあ、こっちは覚醒してるわけですよ。ああなるほど。ダダをこねてる。まだ起きたくないみたいなことでしょ。まあ、ダダを起きたくない、みたいな感じになってるわけですよ。いねえだろ。っていうことの時に、さあ、前野が言う、一言はこちら。襲っちゃうぞ。そうなるよね。ダダこねてたら。ああ。襲っちゃうよって。はいはいはい。はい、襲わない？うん、同じこと考えてたから。かぶっちゃった。かぶっちゃった。かぶっちゃった、まさかの。俺は、普通に言おうと思ってたのは、うん、そのまま耳舐めるぞ。うん、あそのままあの、一連の流れに移っちゃう感じ。もう本当に、ね、まずは耳たぶから行こうか。耳たぶからです。首筋行こうかって。首筋から。そこから鎖骨行こうかって。ね、その後はもう、手塚ってことですよね。あかんですね。ほんとそういうことになる、ね。まあ、そうなりますよね。まあでもそうなりますよね。まあでもその後続いたら、まったく、もうってことになりますけどね。本当 ね, ね, ね。もうなりますから。そうなっちゃうな、やっぱりな。なりますよ、もう。うん。みんな大好きですよ。でちなみに実はね、これ、あ、同じ4年前にもやったんだけど、その時はチューしちゃう。覚えてねえ。覚えてねえ。覚えてねえ。変わってねえな、俺。お前変わってないねえ。チューしちゃうとかで襲っちゃうとかになったんだよ。ちょっと大人になった。レベル上がったね。レベル上がったんだよ。大人の階段登ったね。チューしちゃうとかで襲っちゃうぞっていう、ほら、ね、覚えたの、この4年内で。覚えたね。覚えた。猿のように。覚えた。覚えたわけだな。そういうこと覚えた。ほんとですよ。カク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 しちゃうぞ。してないよ、やめろ。誤解を読むだろ。お次行きましょう、はい。ラジオネーム前田さんからいただきました、はい。今回道場教官にお願いがあります。何ですか。以前ド M になった道場教官というのをやっていましたよね。やってないよ。今回はその逆で、ド S な道場教官が女の子を落とす時のセリフをやっていただきたいです。まあド S な道場教官まあ道場がド S で女の子を落とす時、落とす時、あさあ一体どういう言葉が出る。これちょっと新鮮だな。さあ一体前のから出てくるド S な道場とは一体どんなものなのか、いけますか。うん、多分。じゃあこちらです、どうぞ。これから先何でも俺の言うことを聞け。はい。まあド S じゃないですか。僕の中の S 像はこんな感じですよ。あのさ、はい、もう本当にその一言しかお前浮かばなかったから。浮かばなかった。全然わかんねえ。もうワンセンテンスぐらい俺は続く感じだったと思ったのに。全然いかなかったね。あんまキャラ壊したくないしな、俺、道場の。でも前ド M の道場教官やったじゃん。やってんだから。いやいや、でも、わかんねえよ。俺そういう属性がないから、想像でしかもうできねえもん。いやいや、前のの M はド M の M じゃないですか。ん？よくわかんない。真面目の M ですよ、僕の M。びっくりした、今映像にすると猿みたいな顔してたから。僕の M は真面目の、みたいなね、真面目の M ですから。ホラーウータンか、前のかみたいな感じの顔してますよ。はいはいはい。じゃあ、手塚は手塚か！ほら見ろ、ド S だぞ、しかも。ド S か。
俺違うキャラになっちゃう、それ怖いよ。別な。別のキャラ。別キャラダメ、新キャラダメだ。あ、あかんあかん、新キャラ出てきそうな。新キャラと新キャラダメ。手塚だろ、手塚。手塚でド S。手塚でド S。手塚で女の子落とすんだよ。女の子を落とす。いきます、いきますか。はいはいはい。はい、じゃあ、手塚の答えはこちらです。早く俺について来い。そうじゃないと、俺はお前のことを気にする暇がなくなる。ああ、いいね。ツンだね。ツンやね。そうだね。そうそうそう。俺について来いと。来ないと、もう分かしない、知らないぞ。そうそうそう。興味を持つのは一瞬だけかもしれないよ、みたいなね。ツンやな。でも興味は持ってるんだよって、このね、うん、こう隠れた S ですよ。いいね、分かりますね。どんだけ俺 S キャラやってんだ。うん、まあいいんじゃないこんなこと一瞬で考えつくなんて、俺どんだけやってんだ。まあ、S キャラはね。うわ、うん、よくやってんだよな、ほんと。なんか今、自分で一瞬でそれを考えついたね。なんか自分がちょっとね、なんかこう、末、ね、恐ろしいなって思っちゃったよ。どんだけやってんだろみたいな。引き出しがね。パッと思いつくみたいなね。なるほど。さあやってもらいましたけど、もう次、最後、一通行きましょう。なんでしょう。こちらですね、ラジオネーム、レイジさんからいただきました。4歳の娘に図書館戦争を見せたところ、道場教官と結婚したい。お、ありがとう。と言い出しました。しようしよう。毎日のように、道場教官と結婚できるのかな、うん、できるよ。画面の中の人とは結婚できないのと聞かれています。それ難しいな。道場教官は、小さな女の子から結婚してと言われたら何と答えますか。あ、これかわいい、ね、あ、かわいいな、かわいい、うん、かわいいね、これね、うん、こんなこと言う、でもこういうのって初めてだね、こういうアプローチ、じゃあ子供から来ました、うん、道場教官と、うん、まあ、もし作品の中とかでもね、うんうん、もしかしたらね、師匠としての姿だったりいろいろ見てて、うん、すごくかっこいいなと思った時に、こうやってててててって言って、道場さん道場さんって言って、うんうん、来る女の子は来るかもしれない。うん、じゃあそんな時に来た時に、道場は一体どういう切り返しをするのかはこちら。15年経ったら、またおいで。これダメだろ。なんでだよ、これダメだよ。なんでだよ、なんでだよ、道場はダメだろ。なんでだよ、道場はダメだろ、それしちゃ。だから、一応だから、そう、お前は、お前はいいかもしれない。夢を壊さずに、だから、でも大人だったら絶対気持ちは変わるから、そこまで否定しないのは俺彼の優しさだと思うの。多分、いや、俺それ違うと思う。いや、俺は彼だったら多分否定しないと思うけどね、俺はその場では。いや、なんかだってさ、ちょっと有川宏呼んでこい、有川宏呼んでこい。有川宏呼んでこい。有川さん呼んでこい、有川さん。これわかんねえ、これはわかんねえな。いやー。いや、俺は言わねえと思うんだけどな。そうかなー。その場で否定はしない気がするけどな、俺。彼だったら。どうだろう、難しいな、これは。これ、でもこれ、そうかなー。でも夢を壊しちゃいけなくない？子供に言われたら。結婚してって言われたら。そうだね。わかんない、ね。まあ、そうだけどね。できないとは言えないじゃん、だってさ、その場で。まあ、あ、でもどうかなー。うん、何、子供には興味ないとか言っちゃっていいの子供には興味ないとか。お前飲む。なんでだよ、なんでだ、それはお前ダメだ。なんでだよ、それは言っちゃダメだけど。それはダメだよ。だから、はい、この後声出ねえぞ、俺。じゃあ、手塚だったら、なんていう、あ、手塚。さぞいい答えを言ってくれるんでしょうね。それはもちろんですよ。本当ですか、簡単ですよ。じゃあ、お願いしますよ。じゃあ、手塚の答えはこちらです。あ、ありがとう。あ、でも、俺、好きな奴がいるから。真面目だな、うん。まあそうだな、あいつそうですよ。しかもね、あなたテレビシリーズちゃんと見ました。ちゃんと子供苦手っていう描写がございますから。ありましたね。そういうとこちゃんと言いますからね。そうですね。自分ちょっとそういうのちゃんと知ってるんで。うん。すいませんね、ほんとね。ありましたね、読み聞かせのところとかね。うん、ありましたよ。わかんない方はね、あのテレビシリーズまた見返して。はい、テレビシリーズだったりとかね。そんなシーンありましたから、ね。はい、図書館シリーズ読んでいただけるとわかりますよ。え、二人？え、俺？俺らか。子供に親戚の子とかに結婚してって。なあ。結婚してか。なんて言うだろう。俺こんなこと言われたことねえな。俺もないな。子供に結婚してくれか。意外とそういうのって俺経験ねえな。結婚してくれか。もし言われたら？もし言われたら。言われたら。子供に結婚してって言われたら。俺求婚されたことがないな、今まで誰にも。うん、困ったな、これ。どうしよう。まあでもなかなかないよね。なかなかないよね。うん、どうしよう。子供に言われたらか、なんて言うかな。どっちから行く、うん、もう答え分かって決まったの？俺は、でもなんとなくこれかなっていう。じゃあ、聞こうか。鈴木くんの答えはこちらです。第二次成長期が来たら、もう一回おい。
最悪だ。最悪だ。最悪だ。もう一回な。もう一回、もう一回な。もう一回な。初行くしたらなと。そうそうそう。初行くしたらな。元気だったなーって言ってて、お前いいやつだなーって言って。やってなー。そっか。そう思っちゃうなー。でもなんだろう、子供にはそうやって冗談ぐらいでしか返せない。返せないよね。ガチでは返せない。わかんねえ冗談で、うーんってポカーンってさせるぐらいしか俺は手がねえな。前のどうやって答える？前の答えはこちら。じゃあ結婚しよう。ああ、そうだね。そのぐらいだよね。ね。あ、でもそれありかもね。まあでも結婚の多分、あんまり深い意味分かってないからね、ね。そうだね。でもさ、意外とこういうのでさ、覚えてる。覚えてんだよ、本当にね。まさに。いるじゃん。いる。絶対いると思う。そうだよ。だって、悟空もそうやって結婚したんだもん。悟空も。いや、父が覚えてたからだろ。そうそう。だから覚えてるケースがあるから、本当に。まあそういうのはね、あるかもしれないから。でも実際そういうのだったりとかでさ、夢叶う人とかさ、いるのかな？例えばそれでさ、成就しましたっていう人っているのかな？例えば何、隣のお兄ちゃんととか。そう、とかで、小さい頃に、そういうふうに好きですとか、うわぁ、してみたいな。よくあるパターンだけどね。だけど、実際は分かんないよね。実際に、それで、聞かないかな。こう、結ばれましたっていうのと、あんのかな。いや、なんかちょっとそれって気にならない？気になるよ、そんな、ロマンチックな、ね、あれがあるんだったら。ほんとそんなんね。あったらね、メールでね。もうほんと、それこそ、現実は小説よりも聞きないってことですよ。そうだよ。話かよ、みたいなさ。ノンフィクションでそんなことがもしね、あるのであれば。